本でリラックスした人見杯畜生と見杯のフローモデルによるメンタルステート図。チャレンジレベルとスキルレベルの二軸で表される。ワークエンゲージメントと関連する概念の位置づけ、心理学におけるリラクゼーションとは、生物の感情状態が低緊張であることであり、その状態では起こり、不安、恐れなどを原因としうる覚醒をしていない。オックスフォード辞書によれば、リラクゼーションとは、 体と心が緊張と不安から解放されている時である。リラクゼーションは脳の前頭葉から生じる程度のエクスタシーの一種であり、そこでは後方皮質が軽い鎮静剤を介して前頭皮質へ信号が送られている。リラクゼーションは瞑想、自律訓練法、全身的筋、士官法によって達成可能である。リラクゼーションはストレスコーピングを改善するのに役立つ。 ストレスは精神的な問題や身体的な問題の主な原因となり得るためリラクゼーションすることは人の健康にとって有益である。私たちが緊張しているとき交換神経系は活性化された状態にある。なぜならば戦うか逃げるか反応モードにあるからである。これが長い時間に及ぶと人体に悪影響を及ぼす可能性がある。ストレス管理の文脈における リラクセーション法とは、ストレスによって生じた、精神、神経、筋肉の過剰な緊張を軽減、緩和する方法である。リラクセーションをアプローチの方法によって分類すると、以下のようにまとめることができる。ありがとうございます。